紅茶しかなくてすみません。ありがとう、リッカさん。八代先輩はコーヒーの方が良かったですよね。なに、たまには紅茶もいいものだ。花菱くんの入れてくれる紅茶は格別だしね。これはアッサムだね。ダージリンですよ。クッキーの作り置きもありますけど。いただこう。それで、スオーさんに相談というのは、シェイプシフターというお化けの件なんですよね。そうだ、花菱くんも聞いているようだね。はい、球長としてクラスメイトのことは知っておかなくてはなりませんから。つわぶきくんが発見されるまでの流れは、ここにいるみんなは了承しているということだね。どうとは？被害者のつわぶきくんが言うように、シェイプシフターが起こした怪異かってことさ。まず花菱くんの見解を聞こうか。私はお化けなんていないと考えています。なら誰かのいたずらだと？いえ、そうではなくて、お化けはいないですけど、そのつわぶきさんには見えたというか。なるほど、花菱くんはエルビス派のようだ。シロ先輩はどう思っているのですか？被服室には鍵がかかっていた。そうだね。はい。中からはかけられるが、外からは鍵がなければかけられないタイプだ。だから状況を作るためには、つわぶきくんが気を失っていなければならない。中からは鍵が開けられるからですね。そうだ、養護教諭から聞いたが、つわぶきくんが自分自身を見、驚き倒れたおおよその時間と、スオくんたちが駆けつけた時間、それらを考えると、片上寮長の部屋から鍵を拝借して驚かして戻すというのは無理のようだね。ならやっぱり彼女の目には。まあまだ早計だがね。鍵などなくとも錠前開けが趣味の女生徒がいるのかもしれない。それと状況が複雑化する要因がもう一つ加わった。聞かなかった僕が悪かったのだけど、破かれたドレスはつわぶきくんのものではないらしい。そうなのですか。私も後から知りました。シフターの事件は事故だったのではないでしょうか。事故？どういう意味なの？シェイプシフター事件での犯人と言われる人物はいなかった。被害者が同時に加害者だと考えてはどうでしょうか。
あのドレスは被害者であるつわぶきくんが誤って破いてしまったということかな。え、つわぶきさんが？だって密室で彼女は気を失って倒れていたのでしょ。筋は通るわ。なるほど。八代先輩、つわぶきさんには会いましたか？いや、実は話を聞きたくて何度か足を運んだが会えなかったよ。きっとシェイプシフターを見たことのショックもあるのでしょうけど、クラスメートの衣装を事故とはいえ破ってしまったということで動揺しているのではないでしょうか。そうよね。私だったら合わせる顔がないわ。その破いてしまったこと仲直りできるように働きかけなくちゃいけないわね。ありがとう、バスキア教諭へ。いい報告ができそうだよ。最悪ってほどまずい状況ではない。昨日スオ君が披露した推理、怪我を負ってしまった騒動は強打神から自分の姿を見てしまい、慌てたせいで怪我をし、クラスメートのドレスを破ってしまった。事故ということで大事にはならず、ドレスに関しても旧友にも同様の言い訳が立つ。何かが引っかかる。
危なかったな。あともう少しで雑巾、いや、茶巾袋になっていたぞ。危うくリサイクルされるところだったよ。収穫は裂かれ方だ。二度目の見聞で分かったことは、切り裂かれた襟に刃物、おそらくハサミで少しだけ裂いたところが見受けられた。まるでここから裂いてと言わんばかりの切り口のように。今までの経験則から紐解くために必要な要素は、犯人の目星をつけること、ついで犯行方法、そして動機。動機。こんなところか。今更ながらメリーの誕生日は今日なんだよな。コウコの憂いをなくすために先に済ますべきだな。それでは、コミカドネリネ先輩のお誕生日会を始めます。お誕生日おめでとうございます。これは私としてのプレゼントです。私的には一押しのカエルの置物です。なんと、カエルさんが朝起こしてくれるんですよ。ありがとう。今日は私のためにこんなに素敵な催しをしてくれて嬉しいわ。プレゼント大切にするわね。サプライズパーティーを計画してたのか。
し花ね。しおりになっているのね。本好きの白羽さんらしいわ。よかったら使ってください。僕だけがプレゼントを用意していない心得者みたいじゃないか。ごきげんよう、八代先輩。あれ、先輩、プレゼント持ってきてないんですか？サプライズパーティーをすると聞いていたなら持ってきたよ。話したらサプライズにならないでしょうに。僕にサプライズしてどうするんだ。おかげで。あら、八重垣さん、高崎さんも来てくださったのね。委員長に誘われましてね。先輩とは知らない仲じゃない、祝いに来ましたよ。私は合唱部ということで、デジタルのメトロノームです。リズム感のトレーニングに最適ですよ。あら、初めて見るわ。デジタルでもメトロノームってあるのね。私も使っています。予備ですみませんが、どうぞ。八重垣さんも高崎さんもありがとう。こんなたくさんの人に祝われるなんて嬉しいわ。ゴミカド先輩の人徳ってやつですよ。こんなにたくさんのプレゼントをもらえる人は学院にもそうはいないですよね、八代先輩。誕生日おめでとう、ネリー。ありがとう、ユズリア。今年も祝ってもらえたわね。ああ、コミカド先輩こっちにいたんですね。今日は先輩が主役なんですから、ケーキを切り分けてくれないと。その前にろうそくを吹き消す大仕事がありますですよ。私のためにあんなに大きなケーキを。りっちゃんさんが手掛けた大作です。さあ、続いて。その茶化して悪かったですね。すみません、性格が悪いだけで悪気はないんです。何、構わないさ。あの、計画とは違ってしまったが、ネリーが、親友がこれほど慕われているのを見られたんだ。純粋に嬉しいよ。計画、サプライズならまだ立て直しできますよ。そうだな、ありがとう。その線で考えてみるよ。八代先輩はいい人だわ。できるならもっと人が多いところで大声で褒めてほしいね。持ってくるが、二人ともいるかい？はい、いただきます。私も。それじゃあアメリカーノで。エスプレッソは置いてないよ。
事故なんかじゃない。被服室でのシェイプシフターの件だよ。あれは事故なんかじゃない。私の推論が間違っていましたか？いや、行動自体は間違いではないよ。一人きりで被服室で作業していたことも、被害者自身が鍵をかけ密室だったことも、そして友人のドレスを破ってしまったこともだ。でしたら。言っただろ、これは事故じゃない。行動は変わらない。だが僕はこれに動機を付け加えてみた。推理の基本が、なぜ彼女を殺したのか。当たり前のことだが、寄宿舎のシェイプシフターという七不思議が絡んでいたことから、そいつは枠外へと捨て置かれていた。幽霊に動機なんてものはないってね。だが事故でない以上、怪異はどかしておく。枠の外へポイだ。幽霊でないなら人が犯したことなのだからね。シェイプシフターはいなかったと。ああ、ツオ君はシェイプシフター、己の姿を見て驚き慌てふためいたと言ったが、そもそもシフターは彼女の前には現れなかった。ツオ君も知っての通り、被服室には鏡はない。時間外の作業をするため窓にはカーテンだから、己を見ることなんて真似はできない。臆病な気持ちから幻を見てしまうことはあります。ああ、そういうこともあるだろうね。だが彼女の場合は違った。なぜならそんな臆病な虫がうずくような心境じゃなかったからさ。ここで動機だ。僕はこの件を調べるときに違和感を得たのは、そのものズバリ動機なんだよ。今回の件にはそいつが全くなかった。だが動機を加味すると途端に分かりやすく見えてくる。ドレスは襟から一直線に裂かれていた。スオ君が言うようにバランスを崩して倒れ込む際、襟に手をかけたなら頷けない話じゃない。なら、だが切り口がなかったらだ。見分した結果、破かれたドレスの襟にはハサミで破きやすいように切り込みが作られていた。誤って破かれたのではない。友人のドレスはツワブキ君が望んで破り裂いたものだったんだよ。以前興味深い話を聞いたことがあった。君のクラスに転入してきた子たちだ。その子たち、アミティエが三角関係になったと聞いているよ。それは噂です。火のないところに煙はなんとやらさ。残念ながら裏付けもできている。ツワブキ君はその三角関係とやらのアミティエの一人だそうだね。そしてここのところ、その三角関係が進展したようだ。ツワブキ君が恋破れるという形でだ。
調べてみると分かりやすいことに、破かれたドレスの持ち主というのは好きな相手を奪ったツワブキ君のアミティエだという話だ。深夜の作業中、恋敵のドレスが目に入り、ツワブキ君の心には静かだが強い嫉妬の炎が生まれた。そしてハサミで切れ込みを入れ、引き裂いた。計画的でなく突発的だったはずだ。破くだけなら露見しにくい方法はいくらでもある。悩んでいたそこへ君が被服室へと訪れた。タイミングを考えれば、スオ君が片組領地を伴い来た時に初めて気づいたのだろう。スオ君の話では、最初はドアノブを回して確認しただけ。この時に室内のツワブキ君は自分の犯した過ちに気を取られ、ドアノブの音に気づいていなかった。スオ君が初めて中へと呼びかけたのは寮長を伴った時だったね。はい、ただ鍵をかけているのではなく、内鍵で誰かが閉めているとその時思い立ちましたから。ドアを叩き呼びかけた。この時ようやく己が追い詰められていることに気がついたツワブキ君は、被服室で頻繁に見かけられているシェイプシフターに罪をかぶせることを思いついたのさ。君は被服室に入ってすぐ気を失ったふりをしていたツワブキ君の姿を見て、狂言に気づいたのだね。そして誰も傷つかないように僕や己の推論を語った。私はツワブキさんに、彼女たちに自分を見ていたのです。報告はしなければならない。八代先輩、ハロウィンパーティーが催せなくなってしまう。二階屋の会の会長として、それは避けなくてはならない。そうですよね。だが、バスキア教諭への報告はスオ君が話した内容にしようと思う。良いのですか？もちろんまずいさ。だが真相を話せば、バスキア教諭も黙っていることはできないだろう。ツワブキ君たちは矢面に立たされることになる。生徒を守るのも二階屋の会の会長としての務めだ。もっともツワブキ君、そしてそのアミティエラには僕から釘を刺させてもらうんだね。ありがとうございます、八代先輩。このままスオ君の抱き心地を堪能し続けたいが、そろそろ寮生らも部屋を出てくる頃合いだ。
僕はこの足でバスキア教諭へ報告に向かうよ。よろしくお願いします。ああ、この件が済めばシェイプシフターも現れにくくなるだろうからね。完全にいなくなるのではないのですか？僕の試験だが、被覆室にシェイプシフターが出るとの噂が出たのは、被覆室での深夜作業から人を遠ざけたい者たちが流したものだと考えている。シェイプシフターは寄宿舎のと付けられていただろう。本来寄宿舎ならどこにでも現れる怪異だ。始まりは被覆室じゃなかった。知っているかい？以前父から教わったのだけどね、熱帯魚も寝るそうだよ。消灯するわけじゃない。規則正しい時間に消してやるのが重要なのだそうだよ。そうなのですか。この熱帯魚も規則正しい時間に消灯している。片文寮長が夜の見回りをする11時半ちょうど、このロビーに寄った際に電気を消す。水槽が鏡に早変わりだ。シェイプシフターの発端なんてこんなものだと思うのだけどね。いろいろあるからこそこの世は面白いか。いろんな連中がいるから他のやつと付き合うのが楽しいんだ。やれやれだ。おかえりなさい、ゆずりは。